円水線はですね、稲の種だけではなくて、麦とかあの小麦の種子もできます。今これ、はい、濃度を高めにやることが重要だそうですね。はい、こ,この比重計に指示があります。だいたい1.20 ぐらいでやると小麦はいいよということで比重選別できるよということでしたので今ちょっと濃いめの塩水を作ってみました。はい、小麦はあの玄米のようなものなのであの非常にあの比重が重いんですよね。大麦だともうちょっと軽くなります。はい。じゃここにで実際にあの小麦をやってみたいと思います。小麦ははいカビが問題になることが多くてですね。そうですね。 塩水栓をやると、まあ、赤カビとかそのほの黒カビとかそのカビに侵された種子を取り取れるんじゃないかなというふうにも思いますちょっとじゃあ振ってみますねあの、はい、もうちょっと入れますかはいこんな感じですね<あ><あ>いい,い,いかなり沈むんですね、はい、いいんじゃないですか、はい、で小麦はですねあの、まあ、赤カビっていうのが、えー、と問題になっていますけれども えっと、デオキシニバレノールという毒素を出します。はい、この毒素が、えー、人体に有害だし、はい、家畜にとってもすごく有害だというところで、えー、しかも種子伝染性の病害だというところが結構重要な、えー、の問題が大きいところです。ですので塩水栓を行って、えー、の赤カビに利病した種子を取り除いてあげるということが大事になりますね。そううですね赤赤カビがです、ね、あの発生してしてまうと その食用としての小麦が食用としてできなくなりますので流通させられな,な流通させなくなりますので実際に赤カビの赤い色素があの粒についていれば、まあ、見分けがつきやすいんですけれども、うん、えと赤い色素がつかないしわしわがしわしわとついたような状態で えーまあ、病気に侵されている粒っていうのも潜在的には結構あるようで特にあの農薬殺菌剤を使用しない有機栽培ではあそういうものが混入されていたということがあって問題になったたことがありました、はい、そうですねあのやっぱり見た目でわからないあの赤カビの、ね、種子とかは、まあ、こういう塩水栓でもあ,のある程度取り除けるんじゃないかなというふうに思いますけど。 えっとですね、農産物検査基準の中で赤カビ病はです、ね、あの検査の時に使う黒いお皿カルトンというお皿があるんですが、うん、あそこに大体1000粒入りますけれども1000粒に1粒でも入っていると検査は受けることができませんで、はい、それを廃棄しなければならないという決まりになっています。ね この赤カビが作り出す毒素デオキシニバレノール通称「ドン」っていったり「ニバレノール」っていう毒素があるんですけれども殺菌剤を使わない有機栽培では、えっと、潜在的にそういうものがあの混入してしまうリスクが結構あります。で、えーまあ、毒,が毒を含んだ小麦が、えー、パン屋さんなんかに流通してしまうっていうことが実際にもあったようでこういうことがないように。 本来であればどんどん検査をしっかり行うとかですねそういったことが大事かなと思います、はい、ただあの、ね、そういうことがあったことで有機栽培のものは全てそのカカビが混入してるんだみたいなことを言われるまあこともありますがそういうことではなくてですねやっぱり栽培の仕方によってそのカカビが発生しやすい環境を作ると えーまあ、いくら観光栽培であってもた発生しますし有機栽培であっても発生しないことは十分ありますのでやっぱり、えー、風通しをよくした栽培をしたりそれから、うんねえー、窒素肥料を抑えて過剰な,あの、えー、とさなんか密な栽培条件を作らないとかですね、うん、そういうことを心がければ決してアクアカビに侵されるっていうことはないと思います。 ただ実事者のパン屋さんからはタンパク質の高いものが求められるというところで追肥をどうしてもあの茎立ちの頃に追肥をしないとタンパクが上がらないということがありますよね。ういうことをやると赤カビが発生しやすくなるっていうこのジレンマがあるんですよね。なので自然栽培の小麦はタンパク質が高くならなくても膨らまなくても今のところしょうがないというふうに見ていただいているような状況ですかね。 まあね、すごく生産農家は気実際に赤カビ赤いあの赤カビはですね収穫の時に赤い色あの実が見えて、うん、あこれは赤カビかなというふうにあの、まあ、当然疑うべきなんですけどアントシアンっていう色素が出て赤く見える場合があるので。 それは赤カビではありませんのでそこはちゃんと検査をする必要があると思いますので、まあ、基本的に流通すするときはあの検査を受ければいいいかなと思いますこの状態で見た目はつくものもあるんですけれども実際収穫してみて、えーうん、明らかに蛍光ピンクみたいな色がつくのがもう明らかに、うん、強い被害なんですけれども、ね、そこまで至らずに。 シワシワのシワ粒ででで終わっちゃう部分もあるんですね、うん、そういうのは判別がなかなかしづらいところですね。うんまあ、とは言ってもしわ粒でも比重が軽いっていうことがありますのであのモミすり機の陽動選別できちんと比重を分けてあげるとか、うん、まあこういう方法で、えーとまあ、種子冷静性ですので赤紙に置かされてない種子を種をまくっていうことがやはりいい,、ね、まあいい方法ですよね。そうですねはい まあできるだけリスクを下げるような栽培方法を取っていくっていうのが大事だと思いますね。はい